バンコクはスクンビットですね。クイーンズパークにありますマリオットマーキスにやってまいりました、リモートワークからリゾートワークですね、都会の喧騒からリモートしてですね、そして大自然とリゾートするというテーマなんですけれども、リゾートというと大自然だけじゃなくてね、やっぱりホテル、高級ホテル、これすごい居心地がいいんですよね。ここバンコクのマリオットマーキスは5つ星ホテルです。5つ星ホテルですからサービスはもう格別ですね。そして設備も申し分ない。こんなホテルでもですね、ちゃんとお仕事できるんですね。ホテルのフロントのスタッフさんにお願いをするとゲスト用の Wi-Fi を教えてくれるわけですけれども、落ち着いたロビーでふかふかのソファーに座って快適にパソコン開いてね、サクサクいろんなお仕事をこなすことができます。スマホ時代の究極法則、10年ほど前に書かれたフィリップ・コトラーさんの、マーケティング 4.0 によりますと、もうこれからの時代はスマホの中で完結するビジネスしか生き残らないとまで、言及されているんですよね。スマホの中で全てが完結するスタイルのビジネスモデルを構築していく必要があるという、そういう必要性に迫られてですね、僕も3、4年前ぐらいからかな、オンラインに特化したワークスタイルをね、追求しているんですけれども、いやならば一層、国内から離れちゃえと、オンラインだったらもうリモートなんで、リモートということはね、離れてできると、オンラインワークができると、ワーケーションとかね、それから僕はリゾートワークって言ってるんですけれども、そういったことを確立させるためにはやっぱりね、海外に身を置いてしまうっていうのが一番早いと思ったんですよね。それでやってきたバンコクなんですけれども、こういったね、快適なホテルでも仕事ができると。でこちらはですね、ルーフトップのバーです。仕事が終わったらこちらのバーでね、カクテルを飲みながら動画の編集をしたりとかね、いろんなことができちゃうんですよね。僕は結構一人の時間が大好きなんですけれども、一人でね、作業したり、ギターを弾いたり、するんですけれども、そんな時にどんな環境でするかっていうのがね、すごいパフォーマンスにも影響するんですよね。だから一人で部屋にこもってリモートワークするのもいいですけれども、パソコン持ってね、スマホ持って外の世界に飛び出てですね、そして最適な気持ちのいい環境で、お仕事していくっていうのもね、ものすごいこれ効果的なんじゃないかななんて思います。ここはですね、マリオットのルーフトップバーなんですけれども、このバンコクにはルーフトップバーがいっぱいあるんですよね。いろんなルーフトップバー行ってみたいなって思うんですけれども、お仕事が終わって、カクテルを飲みながらですね、ゆっくり自分と向き合って、そして、動画編集なんかの作業をする、これが僕にとっての超贅沢な時間の使い方になってますね。いかがでしょうか。こっから見えるのは100万ドルの夜景なんて言葉がありますけど、1億バーツの夜景ちゃうんかなみたいな、1億バーツっていくらやねんっていう話なんですけれどもね、ちょっと適当に言いましたけれども、歩いてみないと分かんないですよね。どこでお仕事できるかな、歩いてみたら、おここ行けるんちゃうみたいなね。でそこで、お仕事させていただいてると、うわーこんな生き方あったんや、こんなねライフスタイル、ワークスタイルあったんやって発見の連続ですよね。またいろんなところ行って、このリゾートワークね、お届けしていきたいと思います。